ックの特訓がピンポン大会だった。ありがとうイザベラさん、本当に楽しかった。もちろん貴重な時間を割いてくれた他のみんなにもすごく感謝してる。それにしても最近のイザベラさんはたくさん本を読んで研究をしてるらしく、泉みたいにいろんなアイデアを出してくる。成長なんて言葉を超えて進化してるみたい。話は戻るけれど、ピンポンの試合は楽しかっただけではなく、特訓の成果を実感できた。自然に感情を体で表現できるようになったし、私にもこんな表情や表現ができるんだなって感じることができた。試合の後、もう一度課題ダンスを取り直したら格段にいいものになったと感じた。今回の超特訓でたくさん成長ができた。ダンススキルもそうだけど、最も大きなものは自分自身の殻を突き破ったこと。自分の弱いところを他の人に言うことでうまくいくことがあるんだと気づけた。これからはもっと相談しようと思う。最後に、応援してくれている皆さん、新しい私の発表会のパフォーマンスを期待してください。